考古学における文化ないし考古学的な文化とは人類がその長い歴史の歩みの中で自然に働きかける営みを通じて作り上げてきた物質及び精神に関わる生活様式のすべてである。なお人類学的な文化については文化人類学的文化を社会学的な文化については文化社会学的文化を参照のこと。考古学で定義されるところの 文化が歴史学、地理学など他の人文科学における文化と比較して何か際立った違いがあるわけではなく、そしてまた文化一般に対する用語の意味が冒頭に示した通りであるとして、実際にそれを考古学的なアプローチによって実態を伴う形で理解、把握することは実はかなり難しいことである。遺跡愛好。 遺物などの形で今日に残された物質を手がかりに、その実証的、分析的な研究に基礎を置く考古学では、古い時代特に選手時代の人々の人々の信仰など精神的な側面、あるいは親族や婚姻などといった社会組織に関わる側面を復元していくのは至難の技である。対象とする時期が遡るほど残存して、 具体的に扱うことのできる文化遺産は限られており、その資料も自然界で分解されやすい有機質や幾度も居直される金属製品など残らないものの方が圧倒的に多いことも事実である。従って遠い過去における精神的、社会的な文化の様態は技術や制御など断片的な物質的資料とそこから得られる知見をつなぎ合わせて仮説を立て、 それを検証する繰り返しによって、わずかずつ像を結んでいくものに他ならない。にもかかわらず、考古学者においては、むしろ頻繁に文化の子が用いられる。考古学において、文化が存在するか否かは、大まかに言って、ある一定の時代、地域において共通する異物、異構の集合が、有機的に把握できるか否かという基準によって位置づけられる。 欧米の研究者がしばしばアーキアロジェクルカルチャーという語を用いるとき、そのようにして把握された個々の文化を指す場合があり、また、考古学から見た文化という意味で用いる場合、さらに、考古学における文化という意味で用いる場合などがあり、考古学的文化の指し示す対象は一様ではない。上述の文脈における文化とは、ある一定の時期、時代における、 特定の人々、または人々の属する文明における風俗、社会習慣及び技術の特徴的な様態である。この意味での文化は本来の意味から離れ、そのすべての活動を標本とし、それがグループ内の他の人間へ、社会的に伝えられる人々の集団と定義される。そこにはアイデア、道具としての異物、社会制度の創造が含まれる。類似。 または近縁の集合物が一定のエリアの同時代層から複数の箇所で見つかれば特定の人々を構成員とする集団の活動があったものと考えられ文化と呼ばれる。考古学における文化とは、いわば考古学的に観察できるデータの集合であり、見つかった関連する遺物や風習として定義され、特定の社会集団の物質的表現とみなされる。 このコンセプトを戦士時代の遺物の解析へと一般化したのはゴードン・チャイルドである。チャイルドは1929年の次長座ドナウィン・プリヒストリーにおいて文化の後に以下のような定義を与えた。すなわち、チャイルドは各地の博物館に収蔵される遺物を対比して広域変年網を作る一方、それぞれの遺物に共犯する他の遺物を積出して常に繰り返し一緒に現れる。 遺物、遺構群を同定し、これら一括遺物を文化と称したのである。このように規定された文化の名は、その場所や遺物、遺構から名付けられることが多い。例を挙げると、オホーツク海周辺に象徴したオホーツク文化やメソアメリカのマヤ地域に反映したマヤ文化が前者、縄文土器に代表される縄文文化や古墳の存在が顕著な古墳文化が後者である。 このような命名は考古学的な手法を用いて特定地域における特定の時代の文化の相対を復元していくための作業仮説としての文化設定である。さらに限定された意味では、例えば刀剣文化などのように文化の語は遺物すなわち道具の制作の伝統や発展段階を表徴している。このような物質的文化における 特定の要素に着目した用法は、主に旧世界において多く用いられる。石器時代における旧石器文化、金属器の開始使用後の青度器文化などの用法は、その延長上にある。1880年代までに、専門学科としての定裁を整えた。考古学は、精密な野外調査とグリッド法など、その記録法の発展、変年法の考案と進展。 創意学的研究法の普及、発達などにより、1920年代から1930年代にかけて他の近代的諸科学に引けを取らない独自の方法と理論を有する学問となった。それからの数十年、考古学研究の中心を占めたのは、形式学、変年学に基づいた文化史の復元作業である。これは一面、 考古学から見た文化の復元の意味を有する営みである。異物における外観、形態等の移動によって確認される各種の様式は相互に組み合わされて一定地域に分布することが多い。そのうちの主要な様式を構成する形式の組列を上層、下層の双方にたどっていき、その連鎖が断絶するところを基準にすれば、時間的に重層する様式を一つの優位な、 まとまりとして捉えることが可能となる。こうした様式もしくは、形式の組列の時間的、地域的なまとまりの単位が考古学における文化である。この文化は、他の文化に対し、排他的な関係にあって、通常は同時に、同地域には共存しない。ただし、考古資料の操作を通して、文化を設定する場合、一つの文化のすべての様式、形式の組列が、 他の文化のそれと排他関係にあるのではない。一般的には主要な様式、形式の組列のうち特徴的なものを基準として文化を設定するのであり、縄文文化や弥生文化においては、それは河原家と石器である。ここにおける文化とは、考古学的な文化、あるいは考古資料の文化と称すべきものであって、人間活動の相対という意味での文化ではない。 また、文化を精神文化と物質文化の二つに対別した場合の物質文化のすべてでもない。ドイツの H.J. エガースは、過去に存在した文化から考古学的な文化の間で、欠落していった要素の起因を追求し、一つは、上述した人間の意志とは、無関係の普及という自然要因であり、もう一つを人間の意志による人為的な選択と捉えた。 集落遺跡の場合は、使用不能品や不用品が主であり、懐中や再利用可能なものでは欠出することが多い。マイノー遺跡では、人間の意志による選択が働いていることが明らかであり、墳墓では、副葬品として厳選されたものからなるとみてよい。エガースの書論は、日本考古学にも大きな影響を与えたが、これは、第二次世界大戦前のドイツにおいて、 考古学会を主導したコッシェナ学派の研究法の反省に立つものであった。G コッシナは文化領域は民族地域である、文化集団は民族であると述べ、ナチスの思想にも影響を与えたが、方法論的には文化の相対ではなく、特定の形式、形式の組列を取り上げたに過ぎず、それを特定の民族に短絡させることが多かった。エガースは歴史学における、 資料批判と同じことを考古資料についても適用し実践しようとしたのである。文化は総合的なものであると同時に構造的なものである。大小様々な概念を有する考古学的な文化を歴史性と地域性を備えた文化の概念として体系化していくことが求められている。ありがとうございます。